南側の山品方面から、南側から、将軍塚に向かう、主導将軍塚線も含めて、東山道路はオートバイに対する交通規制が実施されている。東山ドライブウェイは、京都府京都市の東山を重装する道路である。東山山頂公園展望台からの眺望2016年9月、撮影この道路は三条通りの九条山交差点から五条通りの 東山トンネルの手前に抜ける 3.5km の道路である。1928年に東海道から翌年に開設される京都大学附属花山天文台まで見間幅の自動車道路である花山道路が伏見に駐屯する公平第16大隊により付設された。1959年に花山道路を延長する形で 日本道路公団の有料道路として五条通りまで開通した。その後、京都市に移管され、現在は京都市道渋焼上げ線となり、無料で通行することができる。道路の中間には西北に上がる道が分岐しており、その上には、小連院将軍塚、大日道と東山山頂公園の展望台があり、どちらの展望台からも京都市内を一望することができる。また、 京都の早々の地鳥り辺のが近いことから、現在でも五条通りの合流地点には東本願寺、東山清園と京都市への仮想場がある。なお、有料道路時代には京都市へバスの路線バスが設定されており、中間の将軍塚には料金ゲートが存在した。ありがとうございます。